にちは。株式会社ピープルスキルの高島徹です。私はあなたのビジネスの売り上げを最大にするタイムマネジメント、こちらの方を個人コンサルを行っております。こうすればあなたの売り上げは最大になるということです。はい、まあ、これ私のですね、写真であります。はい、まあ、幼い頃ね、もう哺乳瓶くわえて楽しそうに田んぼ道歩いてますね。まあ、我が道を行くってこう感じです。じゃあ私の仕事、売上を最大にするタイムマネジメントナビゲーターということですけども、売上アップさせるコードを個別に形にしてですね、時間をお金に変える、こういう仕事をやっております。はい、家族は妻と2人暮らし、まあ、妻ともう1匹ね、ワンちゃんがおります。はい、最初のお見合いでね、決断しました。結婚決断しました。何しろお見合いして2回目デートして結婚決断するまでたった1週間です。みんなすごいねと言われます。で、30年経っても今もとっても仲良しです。はい、そしてまだ趣味はですね、こういった形で将棋もう見る方が専門ですね。そしてまだ神社巡りです。これは三重県鈴鹿市にある椿大神社というところですけども、こちら松下幸之助がね、祀られております。経営の神様がまさに神様になっています。まあ、私自身パナソニックで28年間幹部社員として勤務した経験がありますので、まあ、これをもとにしてですね、この時間をお金に変える、そういった仕事をしております。はい、あと妻と愛犬とね、仲良く散歩、これもすごく大事にしております。じゃあ時間をお金に変えるってどういうことですかということですけども、まあ、これ目標の月商においてですね、時間の使い方って変わるってことなんですね。売上というのは右肩上がり、一直線にピーッとね、エスカレーターのように上がっていくと思われがちなんですけども、実は時間の使い方でこう階段状になってるんですね。つまり目標月商が20万円の時はもう営業活動だけ頑張ってね、そして自分でサービス提供してお金をいただくということで良かったと思うんですけど、じゃあ月商50万になってくると仕組みを作っておかないと、お客様が入ってくる、自動的に入ってくる、こういう仕組み作っておかないとうまく回らないですね。そして100万になってくると単価上げないといけない、単価の安い仕事を数たくさんやろうと思ったら時間が足んなくなってしまうみたいなことになるわけです。じゃあ月商300万になってくると、自分の仕事だけではうまく回らない、自分の時間だけではうまく回らないので、外部の人に仕事発注するということが必要になってくることが多いです。そしてもう月商1000万になってくると、外注だけじゃなくてもう社員を雇う、あるいはアルバイトを雇うみたいなことをやらないと仕事がこううまく回らないっていうことになります。まあ、この刻みはそれぞれのあなたのビジネスによって違いますけども、こういった取り組み、つまりステップごとに必要なことが変わってきますよということをですね、ぜひ気がついていただきたいと思います。そしてまたこれを私がお伝えしております。特にですね、仕組み作りから人を雇うというところまでが得意分野としております。そうした中であなたは売上を増やす行動、日頃いつ何を実際に行っているか、一度胸に手を当てて考えてみていただけたらと思います。じゃああなたの売上が最大化できてないのは2つの要因があります。1つ目は能力の無駄遣いです。もう1つが時間の無駄遣いです。ついついやってしまいがちなこの黒丸のですね、行動、これを減らすことによってあなたの売上は最大になりますよというふうなコンサルティングを行っております。じゃあここで一つ質問です。あなたのビジネス上の課題って何でしょうか。一旦動画を止めて考えてみてほしいんです。複数回答かでございます。はい、いかがでしょうか。実はですね、これ月商とですね、時間の使い方って関連性あるんですね。つまり月商が増えていけばいくほど時間に対する課題認識が高いというアンケート結果があります。じゃあこの時間に関する課題解決ですけども、私は売上の方程式というものを使っております。このやり方しております。例えばあなたが提供しているサービス ABC とあります。これの単価×数量で売上というものが出てきます。まあ、ここまでよくある話です。ここにさらに時間というものをキーとして、営業時間と定業時間、これを考えていただいて、本業時間、この合計が
あなたの稼働時間の中に合ってますか。じゃあこれをもとにしてあなたの稼働時間における売上を最大にするための、いわばこれが設計図というもの、これを一緒になって作っていっております。じゃあこれに基づいて私は売上アップの23の方策というものを作っております。そしてまたあなたのタイプ診断をしてオーダーメイド型の時間管理というのをお伝えします。それを伴走型のコンサルティングをやっていきますので、あなたの売上の不安というものは解消されます。実際に私のお客様ですけども、動画クリエイターの方で月商30万円を目指している方、まあ、この方ですね、もう月に2日しか休みがなかったんですね。でもなんとなく売上このまま増えたらいいな、100万になったらいいなということを考えてたんですけども、実際にこの売上の方程式一緒に作っていくと、彼は自分はこの時間の使い方の延長線上では売上100万ならないなと、こういうのに気づいたんですね。そこで高単価の商品を開発して、実際に受講期間終了後に売上倍になって、そして年末には売上100万に届く、とても喜んでいただきました。また私のズームの背景を作ってくれてる女性いらっしゃるんですけど、彼女最初に私のとこ来て何と言ったか、ベッドで寝たい、忙しくてね、もうついついね、仮眠取ったりしてるとそのまま朝迎えたりしたんですけど、彼女も3ヶ月で売上3倍になって、今とってもね嬉しそうに仕事しております。じゃあなぜ私がこの時間にこだわった仕事をしているのかってことなんですけども、私には夢があります。それは多忙な現代人が時間管理がうまくできることで人生100年時代を有意義に過ごしてほしい。特にビジネスを起こして社会の荒波にこぎ出していただいた、そういった方々をサポートしていきたいと思っております。それは私自身の体験談でもあります。はい、起業したらね大変なこといっぱいあります。だから時間がね大変なことになってしまいました。それをなんとか一緒になって解決していきたいとこう思ってます。特にお勧めしたいのは女性ですね。はい、様々な役割を担うことが多いです。家庭でも仕事でも地域でもいろんな形で役割を担うことが多い。だからやらなきゃいけないことがたくさんあります。その一方で形にする、数字にするとかね、論理的に考える苦手にしている人がたくさんいます。まあ、そういった方に対してご自身がなりたい状態に向けて最短で目標を叶える、こういったことに取り組んでいきたいと思っています。こういった方々一人でもたくさん増えることを私は強く願っております。あなたのお役に立てれば幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。